音楽の新境地へ。パンピーとナンバーアンダーライン愛の衝撃的なコラボの裏側。神宮寺雄太の依頼で実現。パンピーが手掛けたスクエアアンダーライン1ンの制作秘話。音楽の世界では偶然の出会いと意図的なコラボレーションが織り交ぜられて、新たな名曲が生まれることがあります。そんな中、神宮寺雄太からの依頼により、パンピーがナンバーアンダーライン愛の楽曲。 スクエアアンダーライン1を手掛けることになったのは、まさにそうした奇跡的なコラボレーションの一例です。この楽曲は、パンピーの独自の音楽スタイルと、ナンバーアンダーライン愛の3人の個性が見事に融合した作品であり、その制作過程には多くの愛情と探求心が込められていました。パンピーは、楽曲制作にあたって、まず3人のメンバーそれぞれの背景や特徴を深く掘り下げることから始めました。 彼はインターネットを駆使して彼らの過去のインタビューや出演番組を徹底的にリサーチし彼らの人柄や個々の魅力を理解しようと努めました。このプロセスを通じて彼は彼らの個性を音楽に反映させるための手がかりを見つけ出しました。楽曲スクエアアンダーライン1の制作においてパンピーはまずビートの作成から取り掛かりました。ビートは楽曲の基盤となる部分であり 彼のスタイルを色濃く反映しています。パンピーはリズムやメロディーの細部にまでこだわり、3人の性質や歌い方にマッチするようなビートを作り上げました。ここでギターはインスタグラムでつながったベネディクトクイーンが担当し、ミックスにはアトランタのアンドリュー・ロベルソンを起用しました。この国際色豊かな制作チームが生み出す音楽は、それぞれの個性と技術が絶妙に組み合わさり、 唯一無二のサウンドを生み出しました。また、パンピーは楽曲制作の過程で、3人のメンバーと直接連絡を取り合い、彼らの意見や提案を取り入れました。これは、彼らの個性を最大限に引き出すための重要なステップでした。楽曲の歌詞にも、3人のキャラクターや過去のエピソードを織り混ぜることで、より一層親しみやすい作品に仕上げました。例えば、騎士くんの綿棒箱や、 神宮寺くんの黒帯など、ファンにはおなじみのエピソードが歌詞の中に散りばめられています。これにより、ファンは楽曲を聴くたびに、彼らの個性や過去の出来事を思い起こし、さらに楽曲に愛着を感じることができます。リリース前に行われたリスニングパーティーでは、ファンや関係者が集まり、スクエアアンダーライン1を初めて耳にしました。その場で、パンピーが3人のことを深く調べ、 歌詞に彼らのことを反映させたことが明かされました。この情報に会場は大いに盛り上がり、ファンからは感謝の声が次々と寄せられました。スクエアアンダーライン1の歌詞に3人への愛情が込められていることが伝わり、ファンは楽曲を聴きながら彼らのことをさらに深く理解することができました。パンピーがスクエアアンダーライン1を制作する際の情熱と細部へのこだわりは、楽曲の完成度に直結しています。 彼のリサーチ能力とクリエイティブなアプローチが楽曲をより一層魅力的なものにしています。また、3人のメンバーとの密なコミュニケーションを通じて、彼らの個性を最大限に引き出すことができました。楽曲がリリースされると、ファンからの反響は非常に大きく、多くの人々がスクエアアンダーラインワンに対する愛情を SNS 上で表現しました。この楽曲はまさに3人のために作られたものであり、 パンピーの才能と努力が光っていますといった感想が多く寄せられ彼の音楽に対する評価も一段と高まりましたパンピー自身も今回のコラボレーションを通じて新たな発見や学びを得ることができたと語っています3人のメンバーそれぞれの個性や音楽性に触れることで自身の音楽制作における視野が広がったと感じていますまたファンからの熱い反応や感謝の言葉を受けて 音楽の力や影響力を再認識する機会となりました。スクエアアンダーライン1の成功は、パンピーとナンバーアンダーラインアイの3人が一丸となって取り組んだ結果であり、その背後には多くの努力と情熱が注がれています。パンピーは今後も彼の独自のスタイルを維持しつつ、様々なアーティストとのコラボレーションを通じて、新たな音楽の可能性を追求していくことでしょう。そして、 彼の音楽が持つ力は多くの人々に感動を与え続けるに違いありません。このように、スクエアアンダーライン1ンはただの楽曲ではなく、パンピートナンバーアンダーライン愛の3人のメンバーの心のこもった共同作業の成果であり、彼らのファンにとっても特別な一曲となりました。楽曲に込められたメッセージやエピソードは聞く人にとっての宝物であり、何度も繰り返し聞きたくなるような魅力を持っています。 また、パンピーの制作過程を知ることで、彼の音楽に対する姿勢や情熱がより一層理解できるようになりました。彼の楽曲は、一つ一つが丁寧に作り上げられ、その中に込められたストーリーや感情が聞く人に深く響くのです。これからも、彼の音楽活動に注目し、新たな作品が生まれることを楽しみに待ちましょう。そして、この記事を通じて、 パンピーとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションがどのようにして実現したのか、その舞台裏に迫ることができたことを嬉しく思います。この楽曲が持つ特別な魅力を多くの人々に知っていただけることを願っています。そして彼らの音楽がこれからも多くの人々の心に響き続けることを心から祈っています。パンピーが手掛けたスクエアアンダーライン1は、 彼の音楽制作の一端を垣間見ることができる貴重な作品です。彼の音楽に対する真摯な姿勢と情熱は多くの人々に感動を与え続けています。今後も彼の新たな挑戦やコラボレーションに期待し、その音楽の世界に魅了され続けましょう。最後に、このコラボレーションが生んだスクエアアンダーライン1が多くの人々にとっての特別な一曲となり、 その背後にあるストーリーや制作過程がさらに深い感動を呼び起こすことを願っています。音楽は単なる音の集合体ではなく人々の心に触れる力を持っています。パンピートナンバーアンダーライン愛の3人が紡ぎ出したこの楽曲がこれからも多くの人々の心に響き続けることを心から祈っています。そして彼らの今後の活躍にも期待し、 さらなる感動を共有できる日を楽しみに待ちましょう。音楽の力は無限大です。それは人々を結びつけ、感動を共有し、時には癒しをもたらすことがあります。パンピーとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションによって生まれたスクエアアンダーライン1は、その力を証明する一曲です。この楽曲がこれからも多くの人々に愛され続け、音楽の持つ力を実感させる存在であり続けることを、 心から願っています。とナンバーアンダーライン愛の3人が今後も新たな音楽を生み出し続けることを期待し、その一歩一歩が新たな歴史を刻むことを楽しみにしています。スクエアアンダーライン1の制作過程を振り返るとき、パンピーの情熱と創造性、そして彼が3人のメンバーと築いた信頼関係が見えてきます。彼のアプローチは、単に楽曲を提供するだけでなく、 アーティストとしての彼らの本質を引き出し、楽曲に深い意味と感情を込めることにありました。このプロセスにおいて、パンピーは彼自身の音楽的な境地を広げ、3人のメンバーもまた、自分たちの新たな一面を発見することができました。また、ファンとのつながりも大きな役割を果たしました。リスニングパーティーでの反応や SNS でのコメントは、パンピーにとってのフィードバックとなり、 彼の創作意欲をさらに高めました。ファンからの愛情あふれるメッセージは、パンピートナンバーアンダーライン愛のメンバーにとって大きな励みとなり、彼らの努力が報われた瞬間でした。